皆さんこんにちは、サチです。今日はね、いろんなアイテープを試してみたいと思います。アイテープ、ほら、なんか私がいつも使ってるアイテープとかそうじゃないものを付け比べしてみたいと思います。目が悪いからちょっとコンタクトするわね。そしたら、まずはいつも自分がつけてるものつけたいと思います。こっちね、プリュドールのバレない二重っていうやつですね。いつも私これをつけています。で、メイクする前にこれを貼って、で、その上からファンデとかアイシャドウとかしています。めちゃくちゃ色がね、ほんま乗りやすいって感じてるんですよね。で、今のところこれに落ち着いてるんですけど、私は。で、もっと違ういいのがあればね、使いたいなとも思ってるんですけど、今回は私がいつも使ってるものと、あと、塗って乾かすだけでフィルムみたいになるタイプと、あとメッシュタイプですね。こんな感じでいつも貼ってます。あ、ちょっとなんかここがなんだったから、ちょっと貼り直させてちょっと失敗した。貼るのこれがね、一番自分の中では使いやすいと感じているんだけれどもさ、こんな感じ。やっぱりまぶたの厚さとか、まあ、形にもよるんやと思うんだけど、私やっぱり太ってるからまぶたもね、重いのよね。厚くて重くて、やけど長年ね、アイプチとかこういうのしてて、アイテープとかまあいろいろしてて、ちょっと跡がついてんのよね。本来は奥二重なんだけど、こういう跡がついちゃってたりとか、まぶたは厚いんだけど年齢とともにこうたるみが出て二重三重になってくるような感じ、そんな感じやから、まあ今のところはこれが一番いいかなと思ってやってるんやけど、こんな感じね。次はこれ、 D アップから出てるこの折り敷き、塗って乾かすだけのパターンのやつですね。ドンキで買ってきました。これがどんな感じでなるんやろね。私みたいな熱いタイプ、熱いタイプだとうまくいくんだろうか。こんな感じでできるのでしょうか。なるほど。なんかね、こんな感じで人によってね、どんな風に使ったらいいかっていうのが書いてある。一重の人、それから奥二重の人で、たるんでる人で、塗る場所を変えた方がいいよみたいな。なるほどね。自然に仕上げるためには先にメイクした方がいいって言って。なるほど。ラメ入りのシャドウを使いますって。なるほど、そうですか。はあ、はあ、はあ、よし、まずね、やってみようかね。まずここの油分をね、しっかり取って、で、シャドウをつけてからの方がいいっていうことなので、やってみましょう。みんなに分かりやすいようにこの色にしようかな。こういう色にしとくね。そしてこれを塗る。私はこの辺をグッと上げたいから、この辺にね、塗ろうと思います。で、クリームシャドウとかだとね、乾きにくくてあかんから、パウダーのものを使うようにって書いてあった。待ってね、なんか薄い気がする。乾くの待ってます、今。なんかいまいちかなって感じもするけど、
なんかあんまりうまいこと言ってない気がするよね。なんかこの辺がシュワシュワって感じになってる。キュッとね、こういう感じでは上がってくれないのよね、こういう風に。でもなんかあのフィルム、薄いフィルムが貼られてるような感じはある。細い奥二重、こんな幅広じゃない奥二重とかを作るにはうまいこといくかもね。こんな感じやね。まあまぶたの形とかその皮膚の状態とかって人によるから、私の目の形で望む形っていう風になると、ちょっとフィルムはしんどいかな。フィルム塗るタイプ、グッと上がってくれない感じがしてるよね。ちょっと撮ってみましょう。よいしょ。すぐね、つるんって取れた。ちょっとフィルムの方がね、うまいこと、塗るタイプの方はね、なんとなく自分にはなんか、お、よし、これだみたいな感じにはなってなかった気がするんですよね。ちょっとこっち側で試してみようか。左右目の形も違うからね。よいしょ。それでは、こちらで試してみたいと思います。ちょっと今回ね、アイシャドウ塗ってないけど、ちょっとどんな形になるのか。こっちの目はね、私あの交通事故で結構ギザギザいろんなところに傷があって、変な形でね、この折り込まれる癖がついてる感じだから、アイテープだけじゃなくてね、アイプチとかだけじゃなくて、傷跡の、見たら分かると思うけど、結構いろんなところに傷がね、交通事故でバーってなったから、変な跡がついてるのよね。ちょっと乾いてからね、グッと上げてみたいと思います。これうまいこと言ったら嬉しいけどね。塗るとなると貼るよりは楽だから、やっぱり自分の好きなとこに塗れるからね。貼るってなったらさ、やっぱずれてくるじゃない。ずれたりとか失敗しやすい部分もあるから、塗るタイプでうまいこと言ったら、塗るタイプでうまくいってくれた方が嬉しい、気持ち的には。なんか自分の好きな幅でグッとね、ピッと回ってくれてないよね。なんかなんかなんかこんな感じ。ちょっと技術がまだ足りてないのかしら、私の。やっぱりうまいこと言ってないかなって気がします。私の中では塗るタイプと、この本来私がいつも使ってるんだったら、まあ、こっちかなってって感じですね。次はこれ、水で貼るタイプの、まあ、メッシュタイプですね。メッシュのタイプ、こちらを試してみたいと思います。これもね、ドンキで購入してきました。こういうタイプもほんとピンキリで100均とかにも売ってるので、クオリティですよね。そのお値段とどう違うのかとかもね、100均にも同じような商品が売ってるから、これぐらいのもうほとんどクオリティが変わらないのかどうかっていうところもちょっと気になっております。100均のはね、試したことあるんよ。もう悪くはなかったかなって感じなんやけど、まあその化粧のりとか考えたらこっちかなと思って、こっちに私は今戻ってきたんだけど、100均のものと違ってこっちの方がやっぱすごいってなったら、これも使っていくってことで、もう視野に入れていきたいなと思ってるんですよね。なんかね、こういうタイプもメイクの上から貼った方がいいですよっていう風に書いてあったので、そのまま貼ってみるのと、メイクの上からシャドウを塗った上から貼ってみる、どっちも試してみたいと思います。なんか見た感じはその100均で買った時と同じような感じかなと思うんだけど、粘着力が違ったりするのかもしれないよね、もしかしたらね。で、こういうのもついてた。シュプシュプシュって。お水でつけるタイプだから、こういうね、スプレーボトルも入っておりました。優しいんだね。優しいじゃない。こっちをね、
シャドウ塗っておきたいと思います。シャドウの上から、こっち側はシャドウの上からで、こっちは何もしてない状態からね貼ってみようと思います。私の場合はまあまあ癖がついてるから、それがどれぐらいねはっきりというかくっきりしてくれるのかがすごいねポイントなんよね。こんな感じ、こんな感じですね。これをこのスプレーで、スプレーしまして、見た感じはなんかもう貼ってる感じはあんまりないよね。おお、あ、まあまあいいんじゃない。ちょっと貼る位置が、おこのこうなるタイプのところに貼ってしまったけど、でもでもまあまあいいかもよ。目立たないっちゃ目立たないよね。ちょっとちょっともう一枚貼らして、自分の貼りたいところじゃないところに貼ってしまったから、今重ね付けしてる。うん、こんな感じ。結構キープ力はあると思う。そして目立ちにくいかもね、そのシャドウの上からすると。ちょっとこれいいかもしれへん。メイクをした上からこう貼るっていうね。なるほど、これなかなかいいかもわからへんね。よし、反対側はメイクをしてない状態で貼ってみよう。うん、まあまあいいよね。キープ力もあって、おお、いい感じよ。そのメイクしてな、しないでこのすっぴんのような状態の時に人に会うんやったら、シャドウの上からしなくてもそこそこいいんじゃない。あのこっちの場合はメイクしないと貼ってますって感じのは見えちゃうので、すっぴんに近いメイクの人はこっちの方がいいかもね。こんな感じだから、濃いメイクをする人やったら私みたいなこっちの方がいいやろうし、薄付きの感じでいいんだったらこれで十分な気がする。ちょっとこっち私がね貼るのを失敗したから違うとこに貼っちゃったけどさ、二重にしたんよねさっき。はい、というわけで普段私が使ってるこちらとこの水で貼るタイプはですね、引き分けですね。引き分け、あのメイクの方法によると思います。自分がものすごく濃いメイクしたりとか、めっちゃ分厚くてバーンって上げなあかんっていう人は強力な方はこっちですけど、ナチュラルなメイクで使いたい人はこっちの方がいいと思います。キープ力が高いのはやっぱりちょっとこっちの方が上回ってる感じがします。でもこれもねまあまあキープしてくれているので、そんなにねあの差はないと思いますね。こっちの方がねかなり強くキープする感じではありますが、あとは本当に好みかなっていうぐらいの差ですね。ナチュラルに見えるのはこっちです。自然バレないこっちよりもこっちの方がさらにまあ周りから見た時に気づかれないなって感じですね。ちょっと私もね使い分けしていきたいかな今後。やっぱり私の場合はねもうまぶたが厚いからかなりねこっちの方がやっぱり好きかなって感じなんですけど、今回使ってみてこれもね結構良かったので取り入れていきたいなって感じです。なるほどね、なるほどなるほど。まあ、この塗るタイプはね私には合わなかったですが、他の方はわからないよ。あのすごく便利と思う方もいらっしゃるやろし、皮膚の感じ、そのまぶたの厚さみたいなものもね関係してくると思うので、その辺はあの良かったり悪かったりそれぞれね商品してるので、これがダメっていうわけではないので、興味がある方は使ってみてください。今日のね動画はここまででございます。またいろいろね試してみたりとかこう比べてみたりとかねしながらいろんな紹介をしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。二重顎。